竜巻リフトに運ばれて、トゥルトゥルトゥ、はい、でやあ、なるほど。あ、ちょ待って。もう一回。なるほど。この竜巻を使って、うまいことこう、オッケー、うまいこと右左を押しながら運ばれていくってことか。よいしょ。キノコ、これキノコ意味あるのかな？死んだらもうおしまいな気がするんだけど。よいしょ。いけた。オッケー。あ、でも割と優しい優しい。割とこう維持しやすい。オッケー。ビヨーン、楽しい。ピヨーン、楽しい。そして滑る。ジャンプ。コイン取りたい。からの、こっち行って、コイン取って。ピヨーン。ピヨーン。そしてまた、リフト。よいしょ。ピヨーン。これは、何も押さずに、この音符の力だけで飛ぶとちょうどいいと。これなんか上になんかありそう。あるよね。こういうところにちゃんと用意してるのが素晴らしい。一着ゲット。さあ、次。中間。ソイ。ソイー。ほい。ソイー、ソイー。いやー、楽しいな。ほんと楽しいんだよな、いつもこの人。よいしょ。でやー。こう。いけた。こう。今です。今です。あー、早すぎたー。今です。いけた。これは時計を急げ急げ。急げ急げ。急げ急げ。50コインも取りたい。30コインだった。30コインだったけど、とりあえず取りたい。上に行けた。オッケー。いけた。土管に入る。そして中間を取ってキノコ、いやキノコ関係あるんだろうか。これはなんかいかにもなんかありそう。ほい、やっぱりなんかあった。イチャップ。そしてソイからのソイ、右左面白い。そして飛んでここをうまくかわしていく。さあ、そして、竜巻リフトに乗って、ビヨーンと、これはこっちに行く。行けた。ビヨーン、小ジャンプ。小ジャンプ。小ジャンプ。いやー、マジで、アクションがね、程よいんだよね。本当に程よい。ビヨーン、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 タッチャー。そい。行けた。ビヨーン。いや、楽しすぎるでしょう。いや、一般受けのライトにしながらこれだけ楽しさせるとはね、本当に素晴らしい。はい、皆さんもよければ遊んでみてください。城に眠る花。さあ、城に眠る花というのはこいつのことかな。ブラッパのことか。あ、なるほど。これでブラッパを倒して、どうにか上に行けないかな。行けないか。行けないな。とりあえず入る。これは何？あーっと、フラワーが潰された。フラワーが潰されたぞ。フラワーを助けてやるみたいな感じかな、もしかして。まずできるのはここか。ここができる。ほい。すると、左が爆発して、これで赤コインが1個取れた。そしてここ叩くと1個ここが壊せたってことは、これで乗れる。乗れるので赤コインがここに1個取れる。取れた。すると、待ってよ、こっちはもう取れなかったっけ。まだ今はまだ取れないね。取れないから右に行こう。右に行って、この赤コインが取れる。おっと、びっくりした。なるほど。取ったらこっちが爆発して、あれ、何か変わる、これで。何か変わるか、何か変わるか。あ、変わった変わった変わったわ。なるほど。ボムが爆発してこの辺りが取れる。おっと、
でっかい鉄球ちゃんがやってきて、あ、ここで取れるんだ、なるほど。そしてツタが伸びて上に行ける。順序がよく考えられてる。そして何これ、これフラワーかな。これを救えってこと、なるほど。なんか一気に行けるところが増えたんだが、一気に行けるところが増えたぞ。なんか飛行船手に入れてから行けるところがめちゃめちゃ増えたみたいな。おっと、これでオンオフが押されて、こっち、こっちは探索場所がめちゃめちゃ多いんだが、ここはまだ行けないからこっちに行くしかない。これは、これはなんだ、とりあえず鍵、あ、鍵はまだ入れないんだ、入れない。ってことは次は、次行けるところとしたら、この上行って右行ってなかったっけ。こっちまだ行ってないね、行ってない。P を落とすとどうなる。あ、 P が押されて、ここ鉄球がやってきて、あ、ドクロがちゃんと過ぎた後に落ちるようになってる。あ、これでフラワー助けたんじゃない。これでフラワーを助けたから、おっと、これがボスか。こいつをどうやって倒せばいいんだ。また何か変わった、ちょっと待ってよ。もう一回 P 押しても意味ないかな。あ、すごい、今度は、今度は横バネが出るようになってる。あれ、でもこれどうするのかな。あとオンオフ押さないといけない、オンオフ。あ、もしかして ここかな、ここ、これか。フラワーの一部がまさかのブラパを攻撃するのか。ブラパ終わりだー。なるほど。するとフラワーが出てきて、フラワーを救出したので、これでクリアができると。いや、よく考えられてる。なるほど、ブラックパックンをフラワーが今度は倒したと。逆にブラックパックンを殲滅してしまった。あー、いいなー、なんかストーリー仕立てになってますね。それで最後は1アップをゲットしてゴールド。いや、面白い。なんかストーリー仕立てになって、ブラックパックにこう、まあ、封じられたというか、抑えられた、封印されていたフラワーが徐々にこう倒していって、最後は復活して勝ちという形でしたね。ストーリーがある。はい、皆さんもよければ遊んでみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。